rugby league. グラウジーズ入れ込み情報、本日最終回でございます、はい、ということでお電話つながっています。バスケットボールコメンテーターの井口基文さんです。おはようございます。おはようございます、井口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井口さん、早速メッセージ届いてまして、氷見市の30代男性サンダーバードさん、グラウジーズ入れ込み情報最終回なのが寂しいですというメッセージです。 ありがたいですね。ねえ、いろいろお送りしてきましたもんね、井口さん、このコーナーでも。そうですね、やっぱり週末の試合をこの月曜日朝一番でお届けできるっていうのがこのグラウジーズ入れ込み情報 の一番 のいい部分だったと思いますので、またできれば来シーズン続けさせてもらえたら最高ですね。そうですね。で、先週のこのタイミングはまだその1勝1敗の状況でチャンピオンシップの準々決勝が、はい、で井口さんにその状況を聞きましたが、最終的にはグラウジーズ琉球に敗れてチャンピオンシップ準々決勝敗退という結果になりましたが、はい、改めて井口さん、この結果についてどうご覧になってますか？そうですね、このセミファイナルが、今今週、昨日まで行われているんですけども、そこ、昨日の試合を待たずに、その一つ前のクォーターファイナルで行くとゲーム3までもつれたのは、富山グラウジーズだけだったんですよね、はい。クラブとしてもチャンピオンシップで初めての勝利っていうことをつかんだ、結果があったことが間違いありませんので、そんなに下向く必要はないかなと思っています。そうですよね。それにしても井口さん、はい、もうこの長いシーズン60試合プラス、はい、チャンピオンシップ3試合でしたけれども、さまざまなドラマありましたね。いや、本当その通りですね、シーズン中には怪我人、もういましたし、コロナの環境の中でなかなかこうスケジュール通りに試合が進まない状況もあったりとかですね、今シーズンは本当にドラマがいろいろありましたね。特に井口さん気になってるドラマですとかエピソード、どんなものが上がりますか？そうですね、今シーズンでいくと上野さん、自分このグラウジーズ3つテーマがポイントがあったかなと思ってるんですけど、はい、まず1つ目はこのコロナの環境の中でもしっかり安全対策を施しながら、全国で5番目に観客動員が高い数字を記録することができた、これは非常に意味が価値が高いなと思っています。5番目なんですね、グラウジーズは。そうなんです、1試合平均1865人で全国で、20チーム中5位につけています。すごい、ブースターの皆さん熱いですもんね、本当に。そうなんです、それもやっぱりブースターのファンの皆さん、また会場でお手伝いしてくださっているボランティアスタッフの皆さんの、安全対策の成果のおかげだと思っています。それが一つ目。はい、はい。二つ目はですね、先ほど申し上げたんですけども、クラブとしては2度目のチャンピオンシップ出場だったんですけども、前回は勝ち星を取ることなく敗れてしまったんですが、今シーズン初めてのチャンピオンシップで一つ白星を取ってきた、これがクラブとしては初めて の歴史になりますので、この後も未来につながる初白星になるんじゃないかなと思います。そうですよね、初白星って結構ありましたもんね、シーズン中も。だからそうなんです、まだ対戦して5シーズンで勝ったことない相手にも勝ったりとかですね、いろんな新しい歴史を塗り替えてくれたシーズンだったと思います。東京に勝って、千葉にも勝って、チャンピオンシップでも一つ勝ち星を挙げた、これが2つ目ということですね。はい、そして最後はですね、クラブとしては過去 B リーグ始まって以来過去最高勝率を残してシーズンを終えることができたっていうシーズンでしたね。はい、これはイコールクラブとしては今シーズンから指揮官として就任してくださった浜口炎ヘッドコーチの招聘に、成功したクラブのマネジメントの成果でもあると思います。やっぱり勝率が高いっていうことは、それだけ私たち勝ちゲームたくさん見てるっていうことですもんね、井口さん。その通りですね、今シーズンでいくとホームでの勝率も非常に高かったですよね。それがですから最初のこの観客動員にもつながっているかもしれないですし、はい、ホームでいくと19勝11敗 63% の勝率ですんで、
大体土日どちらかご来場いただければ白星が必ず1回は見れるっていう形になったかなと思います。いやそうなんですね。あとその最初のそのコロナ関係今日の中だという話はこれ、はい、皆さんブースターも含めてこう感染対策しっかり気をつけてたって部分ありますよね。そうですね、クラブとしても陽性者はありませんでしたし、グラウジーズのホームアリーナ北山市総合体育館でクラスター発生とかですね、陽性者が出たっていう報告もまだありませんので、これはもうたくさんの関係者での成果だと思います。そうですね。さあそしてグラウジーズのこの2020-21シーズンはすでに終了したんですけれども、はい、こう新体制に少しずつ意識が移っているブースターもいると聞きますが、はい、今後イングさん、どのような形で進んでいくんでしょう。そうですね、もうこの週末でグラウジーズとして今レギュラーシーズン終わってから1週間になりますんで、スケジュールでいくと既存の今シーズン戦ってくれた選手たちとの再契約もしくは自由契約の発表をこう1週間以内に行わないといけないというリーグのルールがありますので、はい、この後契約が締結しているかしないかは別として、1週間後には一旦全選手が自由契約の発表が行われるかなと思います。もうファンとしては、もう全員残してよというもありますよ井口さん。でもそうですね、このロスターを楽しまた続き来シーズンも楽しみたいと思ってくれているブースターがほとんどだと思いますけれども、やっぱりそのビッグクラブでない現実でいくと、やっぱり選手たちにもそのいろんなクラブからの話を聞く権利もあるっていうこともありますので、グラウジーズとしてはおそらく引き続き時間をかけてでもこう残って選手たちとできるだけ同じ環境で来シーズンも戦おうというふうに進んでいくと思います。そうなんですね。でちょっと気が早いかもしれないですよ井口さん。はい、来シーズンって富山ってもう西地区で決まりっていうことでいいんですか。そうですね、もうすでに B2 のカテゴリーから群馬と、茨城、これはいずれも東地区の、参入が B1 新規加入が決まっていますので、はい、県番号が若い順になるそうなんですけども、それでいくと、B1 から富山が来シーズンは西地区に1チームだけ、移動するという形になります。わー、ということは今琉球がこのファイナル目指して、はい、今1勝1敗で千葉と争ってますけど、はいはい、その琉球のいる西地区での来シーズンは、まあ、戦いということになるということですね。そういうことですね。我々はその琉球もしくは三河とかですかね、そこと肩を並べてこう西地区を盛り上げていくっていう形になると思います。という来シーズンが待っているということですね。はい、さて井口さん、このグラジーズ入れ込み情報最終回なんですが、はい、まだまだ実は KNB このグラジーズの情報ありまして、はい、今週ね、水曜日あさってデルラジには選手が生出演の予定ですし、いっちゃん KNB 今週木曜日、はい、今のところですね浜口穂のヘッドコーチと選手が生出演する予定で、はい、井口さんも加わってくださると聞きました。もう無理言ってですね、強引に入れさせていただきました。いやいや頼りにしております。その日はスタジオに小林もおりますのでよろしくお願いします。楽しみですね。え何分やるの小林さん。いやもうできる限りの時間を割くように今調整しております。ありがたいですね。えたくさんもうぶち抜きでやってくださいよいやもう特番したいぐらいですよね本当にね。いや本当に、でも選手のね、どなたが来られるのかどうぞ皆さん期待して待っててください。いいですね。井口さんもぜひズバッと質問いろいろお待ちしてますよその時。そうなんです。もう上野さん大体みんなの聞きたいことは、まあ、来シーズンも一緒に頑張ろうというメッセージだと思いますので代表して行ってきますありがとうございます。私たちは決して言えませんのでね、よろしくお願いしますこの後井口さんとオーバータイム収録しまして YouTube にその模様アップしたいと思います。バスケットボールコメンテーターの井口元文さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ということで井口さん、はい、オーバータイムでございます。よろしくお願いします。いや入れ込み情報終わっちゃいましたね。いや
一シーズン、あの本当に皆さんありがとうございました。いや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 、楽しませてもらいました。本当、まあ、このコーナー自体はね、3月の末から始まったんですかね、はい、私がこう朝生担当するようになってからですからね。でも井口さんには本当にいっちゃん KNB 含めて盛り上げてもらいましたよ、いやいや、もう本当にあの中継班もあの KNB のスタッフの方とやらせていただきましたし、あのいっちゃんも皆さんだんだんグラウジーズのこと本当こう応援してくださる熱量が伝わってきて、自分も本当に嬉しかったです。あの CS なんですけれども、富山グラウジーズを破った琉球がですね、はい、昨日、はい、食らいつきましたね、千葉に。そうなんですよね、これどうなるんだろうっていう、見てたんですけど、うんうん、やっぱりあの琉球が一つ取ったのはこれ完全にやっぱり富山がその前の週一勝一敗でやったのがキングスにもそれ受け継がれたなっていう風に見ましたよね。今日どうなるかわからないですよ ね。井口さんどういう風に見ておられますか。やっぱりこのチャンピオンシップ見てると、やっぱりホームでやれることがすごくアドバンテージあるなっていうのが昨日の琉球戦見ましたよね。やっぱりあの帰化選手がいる千葉の方がやっぱり有利であることは変わらないと思うんですけども、琉球はやっぱりホームの地の利を生かして、やっぱりなんとかチームだけじゃなくて会場雰囲気含めて一丸となって戦いたいですよね。なんか富山の分までっていう思いがね、富山から声援を送ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないですかね、それはありますよね、なんかこう全国放送のテレビでこの、はい、チャンピオンシップのトーナメント表出るじゃないですか、あそこにこう富山っていう文字があるの少し嬉しいんですけど、嬉しい嬉しい、そう、なんかいや本当に、まあ、だからこういうのがやっぱりあのもう一度味わっちゃうと、やっぱ我々ももうこの世界にずっといたかったので、毎年やっぱチャンピオンシップに戦いに挑みたいですよね。そうですよね。あと井口さんもその宇都宮戦と川崎戦の解説、はい、セミファイナルお疲れ様でした。いやいや、ありがとうございます。またあれも白熱してましたね。いや本当すごい試合見せてもらったんですけど、あれをやっぱり富山市総合体育館のホームでやっぱ味わいたいですよね。味わいたいですね。聞きましたよ、もう三大名物井口さん宇都宮の餃子、いちご、はい、あとクロックバイオレーションでしたっけちょっとクロックバイオレーション上野さんありがとうございます。もうね、そう井口さんかなり、ちょっとなんていうんですか、やっぱセミファイナルって独特の解説の雰囲気なんじゃないですか。そうですね、やっぱりあんまりあのやっぱもう負けたら終わり、あのの世界ですよね。やっぱりアウェイチームもあの結構ピリピリしてる雰囲気ありましたよね、ですごくこうね井口さん節が、私は正直ちょ控えめだなと思ったんですよ、井口さん。ところが最後にこれ持ってきたから。決勝も井口さん解説の予定があるんですよね。はい、あのゲーム2をあの担当させてもらう予定です。じゃあどんな井口語録が出てくるのか楽しみにしてますね。いやー、小林さん、ハードル上げないでください。いやもうすべてのやっぱりチームの、三大名物みたいなものはノートに書き取ってあるんですか。いやノートには書き取ってました。頭のノートに書いてますやっぱりそうなんだ。井口さんはだからファイナルはゲーム2を担当されるということなんですね。はい、そうです。これゲーム2はね、日本テレビ系列でも地上波放送ありまして、で、そうなんですよ。それはそれで放送があって、井口さんはバスケットライブの解説っていうことでいいんですよね。そういうことです。そうなんですよ。これだから我々としては生中継は、KNB さんで中継見ていただいて、おかわりが欲しくなった方はまたバスケットライブでおかわりしていただければ。いやいや、もう井口さんそんな、私はバスケットライブ見ますよ。あれ KNB の社長いやだからどっち、確かに井口さん言う通り視聴率のこと考えたらもしかしたらね、だからもう2画面で画面タブレットが決勝にたどり着くまでやっぱり日テレ系列さんでずっと生中継していただくことも大事なテーマですので。あら、いやもうなんかね、バスケ熱が私もかなり高くなってきて、なんかオリンピックでバスケを生で観戦したいなっていう思いはがぜん強くなったんですけど。ああ、なるほど。いや、まあ、今年は開催されればそうですよね。
世界の、ね、バスケが、まあ、今年どうなるかは分かりませんけれども、そんなところまで、ね、はい、熱高まってきました。井口さんのおかげです。いやいや、こちらこそありがとうございます。ということで井口さん、はい、まだまだ井口さんはシーズン終わってなくてファイナルありましたけれども、はい、私たちもあの画面上で応援してますんで、はい、ありがとうございます、はい、引き続き、まだチームはもうすでに来シーズンの選手確保に向けて戦いがスタートしてますんで、まあ、あの一喜一憂することなく温かい目で見守っていただければなと思います。うそうですね。で、井口さん、ブースターの方たくさん見ていらっしゃると思いますんで、一言お願いします。はい、もう本当にグラジルブースターの皆さん、1シーズンご苦労様でした。あの皆さんのおかげで最高勝率と観客動員5位が達成できましたんで、オフシーズンもあのちょっとグラジルロスで寂しくなる時間あるかもしれないですけど、引き続きクラブの発表とあのいろいろ見守っていただければなと思いますんで、来シーズンもみんなで応援する環境のためにあのオフシーズンしっかり、また準備続けましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。井口さんの YouTube チャンネルは引き続き動画更新していくわけですもんね。井口さん、ありがとうございます。このオフが井口さんは実は YouTube はあのシーズン開始です。楽しみ。はい、チェックしてますよ。用語解説やってますからね、井口さん今がね。見ます見ます。うん、昨日も6本撮ってきましたんで。ハードスケジュールなんですね。そうですか、チェックさせてもらいます。ということで井口さん、どうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。木曜日よろしくお願いしますね。いっちゃん、はい、ありがとうございます。木曜日よろしくお願いします。はい、失礼します。